ぶり。今回もクルセイダーキングス2、ノバ、モニュメント、リボン、ヒストリカ実況していきたいと思います。前回は、宇宙一門を獲得し宇宙をほぼ制覇、その勢いで南部市を撃破し欧州を平定したところまで。思いのほか早く欧を平定できて焦ってるよ。でも、この先は考えてあるんでしょ？そう、進むべき方向は定めてあるよ。じゃあ、その進むべき方向、そこに種宗はどう挑んでいくのか、頑張っていこう。方向を定める前に、種宗の3人の息子たちが揉めてるみたい。葛西市、宇都宮市と北と南の要所に養子に出た2人が春宗を無視してるようだね。種宗としては、春宗を盛り立てていくよう説得するよ。うまくいくかな。東北で三本の矢。種宗の説得で三兄弟は伊達家を団結して盛り上げていくことを誓ってくれたようだね。種宗もこれで安心できるな。そうだね。やっぱり自分の死ぬ時、家がきちんと存続できるかが心残りになるだろうからね。そして、三本の矢の教えから数ヶ月後。なんか、三本の矢の教えが遺言みたいになっちゃった。そうとも思えるけど、だからこそ、兄弟の結束が固くなり安心できたんだろうね。約50年、婚姻や同盟を使い戦い続け、王を平定した功績は長く伊達家に語り継がれるだろうね。いろんな外交手段で広げた領土だからな。さて、悲しんでいてもしょうがない。種宗が亡くなったからといって伊達家の戦いが終わるわけじゃないからな。そう、時代の春宗がどこを目指すのか。これから伊達家が目指すはさらに北、蝦夷地を目指すよ。え、さらに北上。そう、日本は追うだけで十分。広く大きなさらに北の地を目指し、さらに北にある国を目指していくよ。また何かの影響。昔の仮想戦記でね、豊臣家と伊達家の二重体制で日本を統治し、伊達家はロシアと繋がり世界大戦を戦い抜くというのがあってね。どこから突っ込んでいいかわからない展開だけど。まあ、普通にその展開になるまでジュース感あるから簡単には説明できないけどね。というわけで、春宗の戦略は、北を平定し北の地において中央と渡り合う勢力を蓄える。で、このアイヌが割拠する蝦夷地に突撃するということか。攻略の仕方はいろいろあるけど、できる限り平和的には行きたいと思っているよ。結局は、外交的最終手段に頼ると思うけどなぁ。で、前回から使用してる伊達家常備軍を南部平定戦で手に入れた蝦夷地南部の領地へ移動させたよ。狙いはこの牛子ローンクル。言いづらいなぁ、牛子でいいや。伊達家的には平和的に平定したいけど、牛子は邪教を信仰してるということで侵入を拒否。となると、やるしかないのか。そうだね、平和的に解決する道は閉ざされちゃったね。嬉しそうだけど、平和的に解決できなくてよかったんでしょ。そんなことはないよ。あ、宣戦布告の手段として、異教徒への聖戦、ジハードを宣言できるけど、そうすると、他のアイヌたちも襲いかかってくるので。今回は牛子地方を征服、で宣戦布告していくよ。聖戦で思いがけない大兵力で襲いかかられた経験があるからな。無条件でいけるんだけど、リスクがねえ。じゃあ、牛子征服で宣戦布告。餌牛に進軍開始。なんか見慣れない城。どちらかというと集落かな。簡単に落ちるので力攻めするよ。瞬殺。将兵が100人もいないとそうなるよね。思いのほかアイヌの平定は楽なのかな。城攻めだけ考えると、すごく楽かもねー。落とした餌牛に牛子の主力が。さあ、撃破していこう。軍勢の質的には変化ない。かもねー。でも、もう式崩壊。終わったら楽勝だった。地域が地域なだけに、文化的発展はまだしてないからねー。このまま追いかける。集落を攻め落としつつかなー。え、寝返り。ああ、アイ
ームでも寝返り起きるんだ。徹底抗戦かと思ってた。どこにでも機械主義者はいるからね。で、戦闘に勝利し、誰かを捕獲したようで。冗談で配下になるよう説得してみよう。冗談が本当になるという話。私のイメージだとアイヌはもう少し結束してるかと思ったけど、そうでもないみたいだね。過去に捕虜の処分あったけど、成功したことがないような気がする。私の経験自体が少ないからかもしれないけど、本州ではそんな感じだった気がするね。いつの間にか牛腰主力で再激突。問題なく撃退。寝返ったアイヌの領地が攻められてるから救援に行こう。ここでまた寝返り。どうやら、今度の領主は3個の領地を持つそこそこ大きな領主のようだね。気づけば半島が伊達家支配に。想定外の流れだけど、少しでも損害が少なくなればそれはそれでいいか。このまま牛子の本拠地に突入だ。そうだね、この戦いを早期終結させて次に行かなきゃねー。やむしない攻略開始。突撃突撃。攻略完了。おまけで人員も攻略。ここで 100% になったけど気づいてなくて戦闘継続。逃げるな。他国の領地で戦闘開始。普通に迷惑だよねー。もう勝負付けは済んでるから負けはない。そのままアクタペッに突入。今回も力でねー。ここで 100% に気づいたので和平要求を飲ませて和平でー。これで牛子が伊達家に服属したよー。というところで今回はここまで。種宗から春宗へと引き継がれ始まった蝦夷地攻略。今のところは順調に進みそうだねー。伊達の急な進攻に対して、アイヌが連合してくるかが気になるなー。そうだねー、今回寝返ったり服属したアイヌの領主たちの今後も気になるね。本州とはまた違う理論で動きそうな気もするから、気をつけなきゃね。じゃあ、春宗へ継承され始まった北へのさらなる進撃を、お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。